皆さんこんにちは。コイラッター来ないよ。特別企画、ジミーのラッタ TV。 イエイ。本日のスペシャルゲスト、じゃん、静岡市葵区高城のビジネス旅館白菊区のおかみさん、今村佳代子さんです。イエイ。よろしくお願いします。本当にいつもありがとうございます。どういたしまして。いやいいですね、畳でのんびり足伸ばせるってね。ね、本当に白菊さんにね、お邪魔させていただいた時に本当に雰囲気のいい、お宿だなと思ったんですけど、やっぱそこは、ね、白菊さん的にはすごくこう売りというか。そうです、うちは家庭的ですから、それ売り物をしてますから。素晴らしいですね、はい。で、家庭的な旅館っていうのは大体こうね、まあ、いわゆる郊外っていうか、うん、町外れにあることが多いじゃないですか、高城って。瀬の場の近くです。瀬の場の近く、はい、歩いて 2,3 分じゃないですか。そうですよ、目の前に見えてますからね。え、はい、本当ですよ、はい、ねえ、ちんまる子ちゃん電車だってもう入り口から見えるぐらいですよ、ね、そんなもうお町にそんな家庭的な旅館があると大変に素晴らしいですよ。いいえ、そんなことないんですけどね、別に私白菊さんからお金もらってるわけじゃないけど本当に心の底から思いますからね、うん。そう、うちはね、昭和23年から始めてるんです。昭和23年、はい。何にもなかった頃じゃないですか、あそこって。そうですよ、や何にもなかったです。私が小さい時来てましたから、はい、もうそれこそあれですよ、何にもないとこから、はいはい、70年近いですよね。そうですよ、そしたらもうおかみさんだってこんなちっちゃいじゃないですか。いや、そんなことないですけどね。そうですか。そうするとその時のこう開業した時と今とではやっぱり静岡の街っていうのはだいぶ変わりました。変わりましたよ。うちのね、表側がもっと細かった、はい、路地だったんですよ、はい。それが今じゃ広くなってましたし、はあ、その横のとこですか、はい、も広くなりました、はいはい。ね、それこそ、まあ、当時新静岡センターもない。ありました。ありました、はい、あった。あ、ない。そうですね、3年前に建つ前は、はい、その前はあったんですけど、はい、それこそ駅ですか、電車の駅しかなかったです。あ、駅しかない、はい。ね、静岡駅から、はい、から茶町までですか、はい、ずっとお堀を通ってましたから、その頃。あ、そうなんですか、はい。だから世の中変わりました、はい。いや、でも白菊さんのこうお宿の雰囲気っていうのはその当時のままなんですか、やっぱり。そうです。あ、いや違います、本当は、はい、他のところにお向かいがあったんですけど、はい、向かいから始めたんですけど、ええ、ちょうど事情があって、はい、あれしちゃったの、手放しちゃったもんですから、ええ、弟も、はい。それでこっちが私平成3年からやってるんです。あ、自分で今の場所に平成3年から、はいはい。いや、それでももう25年近いじゃないですか。いや、その前は今の建物はもっと古いんですよ、はい。あ、もっと古い、はい、オリンピックの時です、はい、買ったのが。え、オリンピックってあれでしょ、昭和40年できたとこです、今のとこは。でも今度やるオリンピックじゃなくて、その前のオリンピック。前のオリンピックです。はい、そうですね。あの頃やっぱりこう街がどん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 変わって、はい、変わって、日本中がそうでしたよね。そうですよね、はい。僕生まれる前なんですけど、僕71年生まれ、昭和46年生まれなんで。あ、そうなんですか。案外年いってるんですよ。若くないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。っていうか、おかみさん、おかみさんめちゃめちゃ若く見えるじゃないですか。いえ、だってあれでしょ、静岡の街をずっと見てらしたっていうことですよね。 はい、その中でね、昔ながら の、 家庭的なお宿を守り続けてきたっていうことで、はいはい、そうですね、はい。ね、そんなね、本当に雰囲気のいい。で、別に古いからってね、うん、昔からあるからって別に、うん、例えばその粗末なわけじゃなくていい旅館なんですよ、本当にね。なんでしょうね、やっぱこう心がけていらっしゃることがあるでしょう、やはり。やっぱね、お客さんに、ね、安心して泊まってほしいし、ゆったりしてほしかったんで
です、はい、だから大体和室があるからうちの場合はゆったりできるんですよね、はい、そうですね、うん、和室と洋室があるんですよね、はいはい、和室が、何畳ぐらいの、うん、ちょっと狭くなりましたけど、はい、和室はだいたい7畳半から7畳半、はい、結構な広さじゃないですか。そうです、球場の部屋があります、はい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 、だからゆったりできるはずです。皆さん、そうですよ、全部バス取り付きになってますから、バス取り付き、はい、素晴らしいですね、いい空間じゃないですかね、で、まあ、洋室が、まあ4つあります。余計屋です、はい、和室4、洋室4っていう感じです。そうですね、はいはい、うん、そうですか、和室、はい、そうです、で、ちなみにあまりなんていうか僕も話しにくいところなんですけど、はい、一泊どのくらいで泊まらせていただける？ね、今2食で6500円させてもらって、はい、2食ついて6500円、はい、はい、というと素泊まりだと、素泊まりだったらそうですね、長期と短期一泊の人とありますから金額は違うんですけど、はいはいはい、長期の人でだいたい6500円で泊まらせて、はい、やってます。6500円、はい、素晴らしいですね、だって静岡の新静岡瀬の場のすぐ近くの、はい、足伸ばせるゆったりした家庭的なお宿が6500円でなるべく早く引退したいなと思うけど、ちょっとまだそれができないもんですから、ね、もう名物おかみさんとしてね、本当にね、末長くね、やっていってほしいですよ、ね、いやー